隣の201号室に越してきた結城と申しますが、ご挨拶に来ました。下の201に引っ越してきた結城と言います。すみません、寝ているところを。ああ、いえ、すみません。論文の締め切り前でちょっと仮眠を取ってたもんですから。大学生ですか？いえ、陰性です。結城さんはどこかにお勤めですか？いえ、自宅でデザインの仕事をしています。忙しいと昼夜問わず仕事をしているので、ご迷惑をかけるかもしれないんですが。ああ、大丈夫です。僕も論文を書くときはそうですし、ここは壁も床も天井も分厚いから。はあ、あのこれつまらないものですが、ご挨拶の品です。すみません、気を使っていただいて。あ、僕
久松って言います。何かあったら気軽に声をかけてください。夕方以降はだいたい家にいますから。ありがとうございます。じゃあ他にも挨拶をするところがありますので。はい、じゃあ。あ、はい、いえ、じゃあ僕も論文に戻りますんで失礼します。上の201に引っ越してきた結城です。よろしくお願いします。え、上にですか？はい、今日からなんですけど、何か？あ、いえ、全然気がつかなかったもので。これ、つまらないものなんですが。まあ、わざわざすみません。こんにちは、お姉ちゃん。こんにちは。上のお部屋に引っ越してきたの？うん、ゆうきかえっていうの。お名前教えてくれる？生田睦美。睦美ちゃんか。いくつ？6歳。小学生かな？4月からなの。1年生か。お嬢さん、しっかりしてますね。ええ、まあ。何？お姉ちゃんはすぐに引っ越しちゃったりしないよね？え？それってどういう意味？睦美！生田さん？すみません、これから夕食の準備がありますので。睦美、お部屋に行ってなさい。でも、お姉ちゃんとお話ししたいよ。いいから！私も他に挨拶をするところがありますので、これで失礼します。じゃあ、睦美ちゃん、またね。お姉ちゃん、バイバイ。
日引っ越してきた結城ですけど。ああ、はいはい、結城さんね。今開けますから。そういえば今日引っ越しだったのよね。お疲れ様でした。 いえ、これからお世話になります。あらあら、こちらこそよろしく。これ大したものじゃないんですが、ご挨拶がてら持ってきました。よかったら使ってください。嬉しい。まあまあ、気を使ってくださって。あの、私の隣ってどんな方が住んでるんでしょうか。隣？ええ、202号室です。隣はどなたもいらっしゃいませんよ。え？お隣は空き室なんです。どなたも住んでませんよ。誰もですか？ええ。確かにですか？ええ。あの、誰かが入り込んでるなんてことはないですよね。鍵は私が保管してますし、何より今はあの部屋は貸し出してませんから。でも私見たんです。ドア、そんな、まさか。本当なんです。中から人の手が出て。だってあそこは空き家なんですよ。じゃあ不審者が入り込んでるのかも。確認してみてください。でも隣がちゃんと空き室だってわからないと安心して住めませんから。わかりました。マスターキーを取ってきますから少し待っててくださいね。はい。じゃあ行きましょうか。あ、はい、すみません。じゃあ、開けますよ。さあ、中を見て。はい。
中を見てもいいですか？中には入らないでくださいね。ここは貸してる部屋じゃないので。え、どうして？それはいろいろと身内の事情がありましてね。さあ、もうわかったでしょ？閉めますよ。あ、でも確かに。引っ越しでお疲れなんでしょう。よくあることですよ、きっと。まだホームセンターは空いてるかしら。もしもし。あ、お姉ちゃん、もう引っ越し終わった？今日はごめんね。手伝いたかったんだけど仕事が終わんなくて。別にいいよ、荷物なんて大してないし、わざわざここまで来るのも大変だし。ごめんね、今度引っ越し祝い持って遊びに行くから。気を使わなくていいったら。せいぜいゴディバのチョコでいいわよ。はいはい、今度貢がせてもらいます。ん？なんか面白そうなところに引っ越したみたいね。え？何？どういうこと？別に、なんとなくそんな気がしただけ。じゃあお姉ちゃん、まだ仕事終わってないから、またね。あ、ちょっと。面白そうなところって、どういう意味？
さかぼーっとして3階に来てたりして。気のせい、気のせい。ゆきさん、いる？大丈夫？
ベランダにいたらすごい悲鳴が聞こえたから。こんばんは。301の久松ですけど。大丈夫です。覚えてますから。それで、その、大丈夫ですか？そんなに悲鳴聞こえました。僕が驚いて飛んできちゃうくらいには。別に俺でも構わないですけど。一向に。あ、じゃあ俺で。どうしてわざわざ言い直してるんですか？いや、昔教授に気をつけろって言われまして。 TPO をわきまえろってね。どうしたんですか？いえ、ゴキブリをちょっと。ゴキブリ？ゴキブリね。ここにもいたんだ。見たことないゴキブリ。ここではないですね。前にいたオンボロアパートでは見ましたけど。なんだ、ゴキブリか。ゴキブリじゃなきゃ、なんだと思ったんですか？幽霊かな。なんて。泥棒とか痴漢だったら大変だと思ったんですよ。最近田舎も何かと物騒だから。そうですね。とにかく何もなかったようでよかったですよ。俺も安心して論文を書けるってもんです。そうか、邪魔しちゃったのね。ごめんなさい。いいえ。じゃ、おやすみなさい。お騒がせしてごめんなさい。じゃあ。何か。忘れてました。これ。え？俺の携帯の番号です。何かあったらかけてください。危ないことでも危なくないことでも飛んできますから。ありがとうございます。じゃあ今度こそおやすみなさい。仕事でもしとくんだったわ。引っ越した翌日に出ていくのってさすがに無理かしらね。
半年？おはよう。まあ、おはよう。って、え？上ですよ、上。上？あ、あ。おはようございます。朝から隣を覗きですか？え、いや、そういうわけじゃ。隣なら誰もいませんよ。知ってます。昨日大家さんに聞きましたから。あの、久松さん。はい。お隣ってどんな人がいたか知ってますか？さあ、俺が越してきた時はもう誰も住んでませんでしたから。そうですか。今ここの住人で202号室のことを知ってる人はいないと思いますよ。じゃあ誰なら。不動産会社かな。ま、簡単には話してくれないとは思いますけどね。え、それってどういう意味ですか？さ、俺も論文の仕上げやんなきゃ。じゃあそんなわけで。ダメです。個人情報に関わることは一切明かせないんです。そこをなんとか。どうしても知りたいことがあって。だからダメなんですって。最近はいろいろとうるさいんですよ。住人のことを漏らしたばかりに厄介ごとに巻き込まれることも少なくないんですから。あのね、
誰も住んでないはずの隣の部屋から怪しい音が聞こえたら誰だって怖いでしょ。その正体を知りたいからいろいろ聞いてるんじゃない。じゃあ大家さんにお聞きになったらどうです。目の前に住んでるじゃないですか。その大家さんが教えてくれないからお宅に聞いてるんでしょ。大家さんが教えられないならうちだって当然教えられませんよ。いらっしゃいませ。ま、そういうわけなんで今日のところはお引き取りを。冗談じゃない。お宅が紹介した物件で夜も眠れないほど怖い目に遭ってるんですよ。この落とし前は一体どうつけてくれるの。あ、いや、その、その件に関しましては誠心誠意を持って対応させていただきます。こちらでお話を。少し待っててください。あの、僕が教えたってことはくれぐれも内密にお願いしますね。それで202号室には一体どんな人が住んでて何があったの。それは実は僕にもわからないんです。ちょっと、それじゃ話が。まあ聞いてください。うちの会社があのアパートの仲介をやるようになったのは4年前からなんです。その時にはすでに202号室の賃貸募集は行われていませんでした。なるほど。じゃあ、あなたが教えてくれる事情って。名刺。うちの会社より前にあのアポ…どういうこと。そこの社長が首を吊ったんです。もともと家族経営の不動産屋でしたから社員は社長一人でしたし。でも家はそのまま会社があった場所の隣にありますから、うまくいけば奥さんには話が聞けるかもしれませんよ。社長が首を吊ったのはいつ。4年前かな。うちの社長とは仲が良かったみたいで、そこで扱ってた物件のほとんどうちが引き取る形になりました。僕が教えられるのはこれくらいです。ありがとう。もう一ついいかしら。何でしょう。私が今住んでいる部屋、シャトレ・ロマーヌの201号室には以前誰が住んでいたの。201ですか。あそこは結城さんが入るまで近所にある地方銀行の借り上げだったんです。去年までは女性が住んでいたはずですよ。どんな人。若い女性でしたね。確か久松さんって言ったかな。久松。ねえ平井さん。はい。って、あれ？どうして僕の名前。
ネームプレートつけてるじゃない。もしかして201号室って頻繁に人が入れ替わったりしなかった？そうですね、201と203、特に201は僕が受け持った最初は入居してもすぐに出ていく人が多かったです。久松さんも会社の借り上げだから仕方なく住んでいる感じでしたよ。だから大家さんが違約金の条件を厳しくしたんですよね。ねえ、そういうことって普通入居時に言わない？一定期間住んだ方に何もなければ言う義務がないんです。そもそもあの部屋自体は何かあったわけじゃないですから。教えてくれてありがとうね、平井さん。いえいえ。でも、くれぐれも僕が言ったとは。内緒にしとくわ。ああ、でも、また聞きたいことがあったら来るかも。ほんと、誠実な対応をありがとうございました。これで安心して住めます。本当に申し訳ありませんでした。じゃあ、また何かあったらよろしくお願いしますね。はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしてます。